貿易銀とは、貿易取引専用に発行された大型銀貨である。19世紀後半に、アメリカ合衆国、日本及びイギリスにおいて、通常の大型銀貨とは別に、特に貿易取引専用として発行された銀貨を、指すが、メキシコ銀貨など世界市場において流通した1ドル銀貨と、同サイズの用銀すべてを指す場合もある。 日本においては、競技には1875年から発行された貿易銀と表記された銀貨を指すが、抗議には1871年から発行された一円、銀貨すべてを指す。また、江戸時代に朝鮮との貿易取引専用に特く、された、人参大王子銀も貿易銀の先駆をなす、ものであった。またこの他に、日本で、 貿易専用として鋳造された貨幣としては、幕末の安政6年に鋳造されたが短期間で、通用停止された安政に主銀や銀貨ではないが、長崎貿易船の例がある。メキシコドル貿易銀の歴史はターラーまで遡る。15世紀後半頃から西洋において、大型銀貨が大量に鋳造されるようになり、 中国など東洋から古商、絹などを輸入するための決済に用いられるようになる。16世紀初頭に、ボヘミアで、銀行賞が発見され、続いて16世紀中頃に新大陸で、1545年の、ポトシ銀山、翌1546年には、メキシコのサカテカス銀山など大規模な銀山が、発見された量の銀がヨーロッパに流入し、価格革命を引き起こした。 さらに1535年に鋳造が始まった。メキシコドルは1903年までに総発行額が約35億5000ドルにも達し、ヨーロッパ、中国をはじめ世界各地で流通し、主導的な地位を獲得した。このような状況で銀相場は不安定となり、19世紀になると1816年の イギリスに始まり、ヨーロッパ各国において金本位制の採用、銀本位制の脱却が進行し、さらに、アメリカにおける銀の増産の影響が加わって、銀価格の下落が加速した。そのため余剰の銀需要の開拓を中国など、東洋諸国に求める動きが強まった。アメリカ、イギリスなどは中国において、貿易の主導権争奪のため自国で駐造した。 銀貨を流通に投じようと試みるが、依然幅を利かせている、メキシコドルに対抗するには相当の時間と労力を要した。アメリカでは、東洋特に中国との貿易を発展させるため1873年より、従来の1ドル銀貨の両目412.5グレーンから420グレーンに増量したトレードダラーが発行された。これらは、 フィラデルフィア、カーソンシティ、およびサンフランシスコの造幣局で製造された。アメリカは新たに発見されたネバダ鉱山の産銀の販路を開拓し、貿易将羅が両目、銀比にともにやや高く当時世界の貿易市場において支配的であったメキシコ銀貨に付加したプレミアムを解消する目的もあった。現存する多くの貿易銀にはチョップと呼ばれる。 国印が見受けられるが、これは中国商人が銀品位を鑑定しその国印の信用のもとで通用したのであった。しかしすでにトレードダラーには問題があった。製造量に見合うほど輸出口は伸びないなど、本来の目的を果たさずアメリカ国内で流通しているといったものである。当時はネバダ銀行の開発による世界的な産銀量の増大により、 銀相場が下落していた。トレードダラーの地金価値も1ドル金価の地金価値を下回り、銀時金の所有者はこぞって、銀時金を造幣局に持ち込みトレードダラーへの鋳造を申請した。このため、アメリカ政府は1878年、ブランドアリソン法によって、トレードダラーの発行を中止、廃下にするとともに両目を412.5グレーンに、 戻した1ドル銀貨が放課として設けられた。1873年の貨幣法では1792年以来の金銀副本位制が完全に破棄され、金本位制に移行し、1、2ドル銀貨以下の銀貨が補助銀貨として発行されており、復活した1ドル銀貨も補助貨幣とされた。1878年の貿易銀廃止以降は1885年まで、 プルーフ貨幣のみが少量、製造された。日本の貿易銀1871年の進化条例で、貿易1円銀貨100円は、金貨101円に等価であると定められ、金貨同様に自由駐造を認めたのであったが、メキシコ銀貨は、平均417グレーンと日本の貿易1円銀貨の416グレーンにやや勝っており、 日本政府はこのことが一円銀貨の流通を阻害しているものと考え、1873年より発行された両目4 2グレーンのアメリカの貿易銀が暫時投与市場に勢力を伸ばしている状況を帰り見て、日本もこれに習い1875年2月28日の布告により表示を 貿易銀に改め、両目を429レーンに増量した、貿易銀を発行することとなった。1876年3月4日には、貿易一円銀貨と金貨は10日と変更された。1878年5月27日には、貿易一円銀貨の日本国内一般流通を認め、事実上金銀副本位制となった。 貿易一円銀貨及び貿易銀を無制限通用の本位貨幣に引き上げた点はアメリカと異なる政策であった。両目を引き上げたにもかかわらず国際通貨としての地位を築けなかったことから同年11月26日にはアメリカに追随し貿易銀の製造を停止し1874年から発行されていた貿易一円銀貨に復帰することとなった。 フランス領インドシナの貿易銀フランスは1887年より、安南、カンボジア及びラオス王国を保護国として、インドシナ東部を領有し、フランス本国の貨幣を法定通貨としたが、フランスのゴフラン銀貨は2 5 0 0ムと、メキシコドルに対し、両目が不足しており広く流通することはなかった。また当時の世界的な銀相場の下落により、 金銀比価が変化し、銀貨には相対的に高い名目価値が生じフランス本国に銀貨が還流する懸念があり、これを防止するため貿易専用の銀貨を発行することとなった。そこで1885年よりアメリカ貿易銀と同等の4 2グレーンの貿易銀を発行した。この貿易銀はピアストルの額面及び非に点九零零 両目27.215グレーンと表記されていた。しかしながら、依然、メキシコドルが幅を利かせ、この貿易ピアストルはアメリカ及び日本の貿易銀と同様、大造され広く流通することはなかったため、1895年からは、両目を27.00グラムに減量して1928年まで発行された。これ以降次第に広く流通するようになった。 イギリスの貿易銀1819年のシンガポール1842年の香港の設立に伴いイギリスの商社の東洋との貿易に対する関心が高まり様々な外国銀貨が流通する中イギリス植民地の信頼が揺らいでいたことから特別の貿易専用銀貨の製造が必要となっていた中国は1840年から始まった アヘン戦争の敗戦の結果、香港をイギリスに割上し多くの港を開港することとなった。その後数十年間にイギリスの貿易将らがこの地域に集中することになり、貿易港として栄え、中国の絹、茶を呼び、時期の代金支払いに貿易銀が用いられることとなり、1866年から香港造幣局で一円銀貨が製造されることとなった。 しかし強大な勢力は誇った、メキシコドルに対し増付を要求される始末であった。ため短期間で製造は中止し、増兵局も閉止された。やがて交易の発展により、通貨不足が生じたため1895年から、再び、香港を中心とする貿易専用に、貿易銀を発行することとなった。この銀貨は、中国国内でも流通するようになった。 裏面には、漢字で、一円、さらに、マレー文字が表記され、当時主に銀貨が流通していた東洋で、貿易取引に使用することを前提とするものであった。416グレーンで、日本の貿易一円銀貨と同じ両目で1895年から1935年まで製造された。製造地は主にインドのボンベイ及びカルカッタであり、 1925年及び1930年のみロンドンで製造された。1937年8月1日にイギリスの貿易銀は廃下となった。各国の貿易銀の発行枚数を示す。ありがとうございます。